誰か手伝ってくれないかな。睨み合ってないでさ。目の前で母親が食い殺されていなきゃな。エレンはこんなことしてねえよ。先にマーレを苦しめ蹂躙したのがエルディアだってことぐらいは理解してるんだろうな。ああやめよう。見たわけでもない2000年前のいざこざ話なんて退屈だ。ジャン、元帥殿は私たちの存在に困惑しておられるのだよ。私たちは外の世界で数ヶ月暮らした。もう何も知らない島の悪魔には戻れない。はいはいはい、さあシチューができたよ。食べよう。無駄だ、死にたがってる。でも自分の故郷のためにマーレと戦ってたんだろう。故郷がこのまま踏み潰されてもいいのかよ。おいしいです、ハンチさん。おかわりありますか？ああ、まだまだあるよ。今からでも遅くないよ。これだけしのぎを削り殺し合った者同士が、少なくとも今は殺し合わずに言葉を交わしてる。誰が想像できただろうか。私たちが火を囲んで食事するなんて。どこ行くんだ、ジャン。ジャン、おかわりどうするの？うるせえな。